はい、おはようございます。ブタロウです。本日はですね、ご要望がたくさんあったカマスの開き方のご紹介をしたいと思います。ぜひ動画の方を最後までご覧ください。はい、こちらのカマスはですね、 320g ありました。長崎県長崎港で水揚げされた本カマスでございます。こちらのね、カマス焼いたら美味しそうですよね。なんで干物を作るための背開きの、ね、方法をお伝えしたいと思います。頭を残したまんま、ね、このお腹のところ、背中の方から開いて干物用に下ろしていきたいと思います。それでは早速、開いていきます。はい、まずね、バッチリ鱗ついてますんで、鱗はね、取っていきます。はい、細かいね、鱗があると思うので、細かい鱗は包丁でこのように取っていきます。はい、鱗を取りましたら水気をしっかりと取ってあげますね。鱗を取っただけなので、エラもね、内臓も入ったままです。この状態で焼きにするんですけど、頭を右側、お腹を向こう側にして、このね、エラ豚のこの先っぽに包丁を入れました。包丁を入れて、そのままこう開いていくんですけど、まずはじめね、ここでね、一回ガイドライン投げ入れてあげます。さーっとガイドライン投げ入れてあげます。で、真ん中のこの背骨のところまで包丁を入れます。さーっと入れます。入れましたら、今度はここね、ここに内臓があります。内臓があって、ここから身がありますんで、この内臓のところは包丁入れなくても大丈夫ですね。で、ここから包丁を入れて開いていきます。まず奥から内臓の上を切ります、ね、で、ここからです。ここからは身がついてますんで、皮1枚残して下ろしていきます。こんな感じで、そうするとここが開けます。で、この開いた状態で内臓がありますんで、このね、エラと一緒に、エラの付け根を、この付け根をこれですね、を取ってあげます。よいしょ、なんですね。そうすると全部内臓も一緒に取ります。こんな感じ。はい、そうしましたら、こちらのね、血合いですとか、ね、この内臓の部分を水で洗っていきます。はい、で、ね、開きをこのまま、ね、塩水につけて、ね、干物にしていきます。だいたいね、 3% から 4% ぐらいで30分ほどね、つけて、あとは干せば OK です。はい、ということでね、塩水につけて風にね、1時間半ほど当てると、こんな感じでね、生干しの干物ができます。はい、ということで、カマスのね、開き方のご紹介でした。ぜひね、やってみてください。ナイス。